はい、えー、今回のテーマがですね、えー、初心者でも側金で10万稼げる方法ですね初心者でも側近ででも10万稼げる方法ですねこれは何かっていうと、えー、まあみんな側金稼ぎたいっていうじゃないですか、まあ、早く稼ぎたいっていうで早く稼ぎたいっていうのに早く稼ぐ方法をやろうとしてないんですねもううますね早く稼ぎたいいっていうのに 早く稼ぐ方法を選んんででないんですよこれどういうことかっていうと要はその、まあ、僕はですね YouTube で集客をして商品を販売していますでその方法を教えています、うん、でこの、まあ、ブログアフリエイトとかメルマガアフリエイトまあブログアフリエイトがね一般的なネットビジネスの先駆けかなとは思うんですけどまあブログにしてもまあ YouTube に関してもまあ Facebook は何でもそうなんですけど基本的に 要はこれって側近性がないんですよ。早く稼げないんですね。で、早く稼ぎたいと思ってるけれども、早く稼げる方法を選ばないから早く稼げないんですよ。単純に。だけど、なんかそのキャッチコピーでは、なんか簡単にいけるよみたいなの書いてあるけれども、実際簡単にいけないんですよ。で、なんで簡単にいけないかっていうと、アクセスを集めないといけないからなんですね。いや、ブログやってもね、アクセス集まんないですよ。YouTube やっても再生数最初ゼロですよ。僕も、 ね、い場って言えるほどの再生数ではないですけれども、まあ、ゼロはないですよ今どんな動画アップしても0はないですよでも昔は0ありました昔0あったんですよ00です、はい、アップしても0ありました特に変な動画アップした場合は0でしたでも今変な動画アップしても変な動画っていうのは何かっていうと まあその僕の場合はお金を稼ぐっていうコンテンツを売ってますんでそれとは全く真逆というか全然違うやつですね例えばそのなんだあの歩いてみたとか散歩とか散歩動画とかねそう全然上がんないですねゼロ、うん、で、まあ、基本的にその稼げない理由っていうのがアクセスが集まらないぞですよそもそも,、うん、そもそもアクセスがないリストがない っていうところからスタートするので、だから稼ぐのに時間がかかるっていうことですね。じゃあ早く稼ぐためには何が必要かっていうと、すでにアクセスが集まってる媒体に出すってことなんですよ。もう一度言いますね。すでにアクセスがある媒体に出すなんですよ。でこれが何かっていうと、えー、結論ですね。不要品を出すってことですね <laughs>。 でもね、これ多分ね、不要品出す、そんなことかと思う人もいるかもしれないですけど、多分あんま出し切ってないですね。そう。で、これね、おすすめの方法があって、ちょっとね、僕の YouTube で、ジモ、ジモティっていうね、まあ東京、まあ本当に地方だとちょっとわかんないですけど、その、えー、今ですね、僕の動画の中で、ジモティ、僕、ジモティっていうのを、 えと2016年8月26日ですね僕の R34 マガジンの検索窓でジモティって入れれば出てくると思うんですけどお2016年8月26日今2019年5月29日に収録これしてるので、まあ、約3年前ですね約3年前に僕はジモティを初めて使いましたでそこではあの、まあ、その時っていうのは えー、東京から鹿児島に行くんでその、えー、不要品になった冷蔵庫冷蔵庫とかリサイクル量とかかかるじゃないですか冷蔵庫電子レンジ洗濯機これをジムティーで出しましたでそしたら春卒で売れたんですね春卒です春卒ですしかもジムティーって手数料ないんですよなんか直現金なんで、まあ、引き取あのまずえー、っとですね冷蔵庫が冷蔵庫がその大学冷蔵庫を引き取りに来た子っていうのは誰かっていうと えー、女子大生ですねめっちゃ可愛かったんですけど <laughs> めちゃくちゃ可愛かったんですけど、まあ、女子大生が取りに来ておおみたいなでなんかコンコンコンみたいなはーいみたいな,なんかドキドキですね見知らぬ人が来るわけですからドキドキでどうもーみたいなあはじめましてあはじめましてみたいなあのジモティの,あの買った買ったんですけどみたいなあすいませんありがとうございますみたいなでそしたら裏からですねあの汗臭いあのでっかい、ね、男の人が出てきて みたいな。これっすかみたいな。持ってきましよねみね、トントンみたいな。で、女の子がひょっと来て、封筒にね、7000円だったかな。6000円か7000円をこうやって数えてくださいあ。ありがとうございます。あ、こうやってお金もらえるんだと思って。すげえなと思って。しかもそれが、もう秒殺で売れた。秒殺っていうと語弊があるかもしれないですけど、出品して2分ぐらいで売れたんですよね。2分ぐらいで売れたって何かっていうと、 その買いたいですっていうメールがまずいつもう買いたいですメールが来たんですよでその後立て続けにまあトータルで4040 40中40中かな30中か分かんないですけどいっぱい来たんですかその後洗濯機洗濯機買ってくれた人は、えー、それもすぐ売れたんですけど洗濯機はそのなんだなんか量を会社で量をやるとあのなんかその単身量みたいにやるっていうんでそこのそこを任された部署のなんか 上のの人なのかなで安い洗濯機探しててでまあそれで見つけてジムティーであったら見つけて買いに来ましたっつってなんかその大きいワゴンでね着てて「でもちょっと持ってきます」っつって電子レンジ面白くて電子レンジはですねあの1,000円ぐらいで売れたんですけどなんかその多分多分おそらく大学生なんですね 大学生なんですけど、コンコンっつって、はいっつって、あ、すみません、電車レンジ買いに来たものなんですけどと、あ、あ、いや、あ、ここにありますけど、よかった、はいっつって、あ、じゃあこれ1000円です、みたいな。え、それそのまま持ってくのみたいな。あ、はい、みたいな。え、何で来たの電車です。あ、電、電車で持ってくのはい、電車で持ってきます、みたいな。電車で抱えてくる。<laughs> 電車レンジ持ってったみたいなんですけど。まあ、もう秒速というかね、まあ、すぐ売れたんですよ。もうすげえなと思って。 で、なんでこれ売れたのかっていうと、そもそもジモティっていうアプリにいっぱいアクセスが集まってるからなんですよ。で、そもそもアクセスが集まってないら売れないんですね。だから、その、アクセスが集まってるプラットフォームに売れるものを出す。これが鉄板なんですけど、ただ、その、仕入れ金、仕入れ資金って必要じゃないですか。転売やるとかそうなってくると。だから最初はもう不用品を売ってやっていくってことですね。不用品を。もう、これはもう、ゴールデンルールですね。 ホールデンル,ールで,すでもちろんそのリサイクルショップに持っていくっていう方法もありますあるんですけどそれだと結局リサイクルショップさんっていうのは分、うん、かりますよね店舗品もあるし人件費もあるんでかなり抜いてるわけですよかなり抜いてるんですよだから自分で売った方が取れるんですね当たり前ですけどで例えばこれあそうそうそうでちょっと話脱線しましたけどそれで不用品売るじゃないですか例えばジモティで売るとかメルカリで売れます で、その売れた話を YouTube でするんですよ。とか、まあなんか書くとかね。まあ僕は YouTube でやってるんであれなんですけど、じゃあそのジモティの出品したらすごい結これね、3000回回ってます。3173回回ってます。初出品、ジモティに出品したらすごい結果にな、すごい結果に、これはやばいなと。これが3000回回ってますね。 であとはそのジモティで知り合った女の子の話っていうのは2000回回ってます多分この動画が3000回回るってことないと思うんですけどどうですか <laughs> 利益も出てね不要品売ってお金ももらってさらに動画の再生数も得られるってやばないですかこれ一石何鳥だっていう話で <laughs> だからその2本当たってるやつがあるんですけど1本が、えー、初出品ジモティに出品したらすごい結果に これはやばいなこれが3173回ジモティで知り合った、えー、女の子の話これが2000回2035回ということですねどうですかお金も手に入れてプラットフォームの集客も、ね、再生数伸びてるわけですよねこれで、うん、だから、まあ、あの料理回していくっていうのが一番いいですねだからななんだろうな不要品メルカリで出したらこんな売れました こんなの出したら売れましたこんなの出したら売れましたっていうねその売れた結果をすぐアウトプットを違うプラットフォームでやるっていうのがすごくいいと思いますうんで例えばそうそうそう僕もだこれもこれも再生数回ってんじゃないかな多分ねこれも再生数回ってると思うんですけどちょっと見ますね これまだ売ってないんですけど、あ、これはちょっと回ってないな。すみません、これは回ってなかったですね。要は、あ、これを僕間違えて買ったんですよ。間違えて。うん、間違えてね。で、これは間違えてなぜ買ったのかっていうと、僕のキヤノンの M シリーズというかね、ちっちゃいやつなんですよ。M。M っていうちっちゃいやつなんですね。で、これはでかいやつなんですよ。で、間違って買って、これ間違って買ってしまって、 であのこれに合うやつを買ったまた買ったんですけどかこれもういらないんですよいらない <laughs> いらないですねでこれカメラの北村でそのまま持っていけば新品なんで、まあ、ちょっとは高く売れると思いますしまあそのメルカリとか出す分また高く売れると思いますこれこれ結構ねアマゾンのレビューでも4.5ぐらいこのレンズがあ評価高いんですよいや特にその広角レンズなんで幅広く取れるレンズなんですけど その特にその、まあ、説明欄書けばあれだと思うんですけど YouTuber 向けですねだこの距離でも結構バッて撮れるよみたいなだ結構その広角レンズ YouTuber 向け動画を撮る人にはいいんじゃないかな自撮りでこう持ってこうやるときとかはバッて撮れるんでこれはね需要が絶対あるはずですで Amazon のレビューも4.5とか高いですこのレンズこのキャノン EFS1018mm これちょっと見てみましょう たぶん Amazon のレビューも高いですね。Amazon。えー、Canon。これが 1018mm。EFS、mm。EFS、e、の 1018mm。Mm、EFS。あ、4.5ですね。Amazon レビューが4.5です。 で、Amazon の価格が3万5 0 0 3万9 3 1円です。なんでうん、3万円で出しても売れるかもしれないですね。Amazon が新品で3万5,931円で出てるんで、もうほぼ新品です。だってがっ、はめられないんで、はめてもいないんで、多分マックスの3万ぐらいで売れるかなっていう。うん。な、2万だったらまあ、即で売れそうですね、これ。だって4.5ですしね。 でカスタマーレビュー131件も付いてますねこのレンズ、うん、まあそんな感じですだから要はいらなくなったものを販売しろってでねこの今日か昨日かなあのジェット大介さんっていう人がいてるんですけどこの人も YouTube もう13年ぐらいやってるん,んですよでジェット大介さんも一眼レフ超詳しいんでまあ見てたんですけどその新しい商品を買うのにその前ある商品を売りまくって で、その算出。この新しい新商品を買うために、昔の持ってたやつを売り売って、で、算出して、こっち買うみたいな。で、それで、そのサイクルしてるみたいな。っていうこと言ってましたけど。うん。どうですかやってます早く稼ぎたいと言っておきながら、多分あんまやってないと思うんですよね。なんだ、そんな方法みたいな。いや、でもお金稼ぎたいですよね。お金稼ぎたいんだったら、やるべきだと思うんですよ。 それか YouTube か、僕はあの集客するんだったら YouTube が一番おすすめなんで YouTube やれって言うんですけど、あんまやんないですよみんな。うん。そう。まあ少なくても僕ほどやってる人は多分いないだろうし。だからまず即金で稼ぎたいんだったら売れればもうすぐ入ってくるわけですよ。ジモティ現金払いですからね。<laughs> びっくりしました。ジモティ面白いですよ。うん。だからジモティぜひ手数料0円ですから。 ただ、その、直接現金渡しなんで、女性の方とかね、家に来られると怖いなっていうのもあるかもしれないんで、そこはちょっとあれかもしれないですけど、まあ、メルカリもありますし、メルカリ、だからそのジモティに関しても、僕ね、まあ、その動画でも言ってますけど、もうね、スマホ1台なんですよ。スマホ1台で写真撮って、で、スマホから説明欄書いて、出品なんですね。 これ神ですよ本当に昔はヤフオクが主流でパソコンからか画像を取り込んでね画像をデジカメとか分かんない人が取り込んでいろいろやってみたいなんじゃないですか今スマホ1台でこう写真撮ってやいけるんでいやすげえ便利になったなっていうだからまず自分のいらなくなったものをもうそのネットで出す出す出すっていう。 だからね、最近の、これね、面白いなと思ったんですけど、最近の若い子、もうメルカリとか当たり前の子は、高校生にこれ聞いたんですけど、高校生のね、最新情報ですね。高校生の最新情報は、あの、びっくりしたのが、あのなんか新商品買うじゃないですか。買って、で、メルカリでもリサーチ済みなんですよ。この商品は誰どれぐらいで売れるなっていうのは <laughs> もう分かってて商品買って、 で、ある程度使って、使わなくなったら、もうメルカリで出す。もう出す前提で、だから、例えば定価が、まあ、買う価格が5万円だったとするじゃないですか、5万円。で、じゃあ、メルカリで中古で2万円ぐらい売れるとって分かってたら、あ、ということは3万かな、みたいな。あ、3万だったらまあいいか、つって買うらしいんですね。だから、もうメルカリで売れる前提で、まあ、リサーチしてメルカリで大体これぐらいで売れるよって分かって、もう売る前提ですよね。だって、使って飽きるじゃないですか。使って飽きて <laughs>、 売れる前提でもう売ってるんでその子とかもね売ってるんで3万で買ってで2万ってもらうみたいなっていうのをやってるって話を聞いてすげえびっくりしましたねでこれはあの2年前だったかな3年これも動画残ってるんですけどなんか広島で広島で僕ヒッチハイクがあったんですよなんか僕車でまあ旅してる車でいろいろ行ってるじゃないですか初めてコンコンされて コンコじゃないすいませんみたいな。なんか高校生2人組にすいませんみたいな。あのちょっと大阪まで行きたいんですけど、乗っけてってもらっていいですかみたいな。おぉ、いや狭いけど、みたいな。僕の車狭いじゃないですか。狭いけど乗るみたいなあ。全然大丈夫っすみたいなで。あと俺ちょっと動画撮ってんだけど、これ動画撮ってもいいみたいな。YouTube やってんだけど、みたいな。あ、いいっすよみたいな。であ、それもちょっとリンク入れときますヒッチハイクの。 でそう結局その彼らに聞いたんですけどそうあありますねヒッチハイクに会うの巻っていうそう,そうヒッチハイクねそうヒッチハイクそう高校生映ってますからでその高校生と広島からああなんだ大阪まで何時間だ ?5 時間か4時間ぐらいですかね5時間か、うん、休憩ちょっとしながら行ったかな あとね、ご飯もおごったような気がしますけど、あ、ご飯もおごりましたね。にあ、動画ありますわ。で、そのいきしな、まあ、動画撮ってないところで、まあ、るじゃないですか、いろいろ。ですごいで、さらにびっくりしたのはその、なんか、その、その高校生の、その転売、転売ライングループみたいのがあって、メルカリで。何が売れるのかっていう、その、仕入れ表みたいな情報をライングループで交換してるらしいんですよ。で、それで、お小遣い稼いでるらしくて、マジでみたいな。今の高校生、すげえな、みたいな。 要は何が売れたとか、売れたもの、売れた商品リストを共有してるんですよ、その LINE グループで、高校生が。ああ、それ売れたんだね、みたいな。で、みんなで売れたものを共有して、あこれグループでシェアさったら売れるな、みたいな。なんかそういうやり取りしてて、で、その子は、なんか5万から10万ぐらいは稼いでるみたいなこと言ってたような気がしますね。はい。高校生で,ですよ。すごくないですかあの時代進んだな、みたいな。 びっくりしましまたねそうだから結局そのアクセスが集まってますアクセスが集まってますそのアクセス集まってるところで売れる商品を売れる価格で出せば売れるますよね。それは売れるに決まってるんでそう売れてるデータがあるわけじゃないですか。なんか昨日まで売れてたのにいきなりゼロってことはないですから。 もちろんライバルが出てきたら価格を落としたりとかなんかそのライバルと差別化するために写真をきれいにしたりとかねいろんな工夫は必要かもしれないですけど基本的に全くゼロにはならないですよだって売れてるんだからずっとデータ的にそうなんでまあ側近で稼ぎたいんだったらまずはいらないものをどん,どん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 ネットで売りさばいていくっていうのがであとはこれをやることによってインターネットで商品が売れるっていう感覚っすよねあこんな売れんだみたいな あとはね、メルカリでも面白いやつが売れたりとかするんですけど、例えばドングリとか、あとスターバックスのなんかね、袋が売れたりとか、スターバックスの袋が売れるんですよ。とか、まあいろいろ売れるんですよ。うん。だからそれは市場をリサーチして、例えば家にあるいらないものですぐ検索かけて、これ,売,れ売ってる人いるのかな、ソールドアウトいるかなって調べて、あこれ、こんなの買う人おんねんみたいな。じゃあ出してみようみたいな。 それをやるべきですね。だそれを売れたらすぐじゃないですか。まあメルカリの場合は2週間に1回かな。1週間に1回か2週間に1回ぐらいなスタイル、あの、あれで多分入ってくると思うんですけど。だから側近稼ぎたい人はそれが、あの、なんだ、一番いいと思いますだけどやらないっていう。だけどやらないですよね。だけどやらないっていうね。まあやらないこと前提で話してますけどね。なんだ そんなの誰でも知ってるよ。でも誰でも知ってることはやらないですよね <laughs>。自己アフリートでもね、この前久保さんの話聞いて、すげえなと思ったんですけど、久保さん、自己アフリートで300万ぐらい稼いでるんですね。で、先月9万ぐらい行きましたみたいな。まだやってんのみたいなね。すごくないですか自己アフリートで300万稼いだことないですよね <laughs>。知ってるけど。誰でもやっても、セルフバックって誰がやっても同じような結果出るじゃないですか。 未だに久保さんあの状態でセルフバックやってるのはマジですげえなと神だなと思いましたね本当ににだからその知ってることもやりきやり込むとあこんなの売れんだとかそこでノウハウができたりするんですよであとはそれを売れたことをプラットフォームにすぐアウトプットしてまあ僕の事例を先ほどお話ししましたけどジモティで売れたっていうすげえすげえうちモティすげえ売れたっていうのを動画で撮ってやったら再生数3000いってるわけじゃないですかこの動画は3000いかないですよ であとジモティでその大学生の子ですね大学生の子がこの若い子が来たんでそれをジモティで出会った女の子との話みたいなとかそれも2,000回ぐらい回ってますけどだから何でもね <laughs> まこっちでお金作ってその,その得た経験をさらにアウトプットして話してさらにここで集客していくっていうねそうでねこれね実際にあのこれお客さんから聞いたんですけど あの,のぐそノーパン野郎さんっていうね、え僕の熟生さんにいるんですよ。ドリームアカデミアの熟生さんに。のぐそノーパン野郎さんっていう。でね、こののぐそノーパン野郎さんが、やろうさんが一番最初に見た、まあ僕の動画見まくってるんですけど、一番最初に見た動画が何だったかっていうと、そのジモティの動画なんですよ。わ <laughs> かります <laughs> だから、そのジモティの動画から、まあ僕いっぱいいろいろアップして、ね、その時はまあ、 スルーしたらしいんですけどまた来てで見るようになってまあドリームアカデミア入ってるんですよっていうのも僕は直接お客さん聞いてるんですねだから結局ジモティの動画もしなかったらその最初の入り口なかったわけじゃないですかわかりますどうですかジモティのその動画からねあのドリームアカデミア最終的に入ってるわけですよそう集客できてますよねうん なんでまずは初心者で側近を稼ぎたいんだったら不要品をまずメルカリとか、えー、そのジモティとかねそういうところで出してみるとまあ他にもねフリマとかいろいろまあありますんでしかも今スマホ1台で出せますから、うん、ほんと簡単です僕ねジモティ出してびっくりしましたここまで簡単かみたいな <laughs> いや本当にもう覚えたら多分3分で出品できるんじゃないですかマジで 写真パンパンパンって撮ってアップしてで説明欄を書くだけなんで,そう,でそうそうメルカリもあの僕モニターをねメルカリで出したんですよパソコンモニターこれもねすぐ買いたいですって来たんですけどただそのモニター結局使うことにして売らなかったんですけどもう、まあ、それもお大席で買いたいですちょっと値下げしてくれませんかみたいなの来てたんですけどあやっぱ自分で使うことにしましたみたいなんで取り出品取り下げたんですけどだからモニターもねすぐ来ましたよ回して。 そ,うまあ、そんな感じですね。はい、ということで、まあ、あの不用品よく聞く話かもしれないですけど多分てやってる人がいないですしあと僕みたいにさっきの,その売れたことを売れたことをアウトプットして YouTube のプラットフォームで話してこっちで集客して自分のコンテンツを売っていくとかね多分それは多分聞いたことないかもしれないしやってる人はあんま少ない。 多多分分初心者の方ではいいないですよ、ね、うんそう、まあ、そういうのをやればいいんじゃないかなと思いますねうんそうするとレバレッジかかるじゃないですかうんだからなんだろうなその売れた売れないっていうのはその場で終わるじゃないですかでもそのその話その経験っていうのは動画に残すことによってずっと残るわけですよだからここは資産として回ってこっちはたんあの側金で回してこっちの得た経験の話は ストックししててて資産にいいくっていうだから側金得ながら資産を作っていくっていうこれ良くないですか側金作りながら資産作るっていうくないですかしかもその売れた売れないっていう話っていうのはそのお金欲しいなとかなんかその出品したいなとかなんかとにかくお金にちょっと興味ある人を集客できるじゃないですかその動画だとですよね要は字も字と儲かんのかなとか ジュモティってどうやって出品するんだろうじゃ出品する人ってなんで出品するのかっていうとお金にならないかなとか思ってるわけですよね。じゃあお金に関する属性の人を集客それでできるじゃないですか。うん。はい。まあそんな感じですね。なんで、えー、初心者の方はね、あの変な教材買わず、まず不要品から出してみる。リスクないじゃないですか。で特に なんかその僕もジムティーで冷蔵庫とか洗濯機出しましたけどこれらのでかいゴミっていうのはもうお金取られるわけですよ。であとねもう一つ事例があるんですけどもう一つ事例があってあの鹿児島の,の事務所の,その洗濯機ですねその洗濯機を僕買い替えたんですよ。でその今まで使ってたのが 5.5kg ででそれ 8kg ぐらいのやつに変えたんですよえ東芝のザブンってやつですね。 で、すよでそれ変えた理由が、その山田電機で買ったんですけど、その下取りしますよみたいな、下取り。あ下取りしてくれるんだって言っもうそもそもその冷蔵庫ってリサイクル料4000円ぐらい取られるじゃないですか。で、それ、処分もどうやってするのか分かんないし、下取りしてくれるんだったら買いかけようかな。で、その東芝ザブーンが、たぶん新商品と入れ替わりで安く売ってたんですよ。で、その店舗で僕見たんですけど、価格を5万円ぐらいだったかな。 でその価格コムとかネットでスマホで見れるんで価格チェックしたんですよネットのこの,この機種の価格はどれぐらいで買ってスマホですぐ見てあれこれ変わんねえぞとだネットで買っても店舗で買っても大した変わらなかったんでも,もはや店舗の方が安いんじゃないかっていうぐらいの価格だったんですねでしかもあの下取り必ずしますみたいなおじゃあこれ買おうと思って買ったんですよでその時で買った後今度 下取りの業者が来たんですねで下取りの業者が来て「いくらになっかな?」みたいな「1,000円ぐらいにはなんじゃねえかな?」っていうまあ綺麗だったんで外観も綺麗だし多分一1年半ぐらいしか使ってないんですよねで1,000円ぐらいにはなんじゃねえかなって予想したらいくらだと思います下取り価格下取り価格いくらだと思いますこれね下取り価格ね100円でした100円100円みたいなまあいいかと思って。 じゃあ100円ですっ,つって100円もらって、洗濯機持ってったんですけど。で,で、その後僕そ僕、洗濯機のレビューをしたんですよ。新しくその買った洗濯機をレビュー。で、その洗濯機をレビューしたやつが、今、再生回数が、洗濯機の再生回数が、洗濯機で検索すればいいかな。洗濯機 洗濯機で出てくるかなはい、えー、洗濯機で出てきました、はいもう。東芝ザブーンさんのレビュー動画。こちらはですね、9329回回ってます。東芝ザブーンの、<laughs> あの、なんだ、えー、レビュー動画が9300回回ってます。もうちょっとで1万回ですね。どうですかで、この広告収入は、この9000回ぐらい回ってます。これ9000回ぐらい回ってるじゃないですか。 で、約、これ、広告収入が3000円ぐらいになってんのかなうん。オッケ OK ですかはい。<laughs> だからまあ、全部、その、なんか、え、なんか体験したこととかを、こう、アウトプットしていくことによって、資産になるし、多分、この東芝の座分はもうちょっと、多分、1万回は回るとは思いますけどね、中長期で。もうちょっと回ると思います。うん。 9300 0 0 0回です9回回ってます今。であの、広告収入も入ってます。でも、下取り100円でしたからね。<laughs> まあ、そんな感じです。まあ、ということで、まあ、初心者の方がねあの、なんでネットビジネスで稼げないのかっていうと、このアクセスがないからアクセスを集めるための,そのプラットフォームを作るまでに時間がかかって、そこで挫折してしまう。ほとんどの人が集客できないと。でも、もうすでに集客されてるプラットフォームで売れるものを出せば、 で、この売れるものも、最初は、その資金ないと思うんで、あの、不要品でいいと思います。で、それで慣れて慣れて、で、不要品、あとね、こういうのもあるんですけど、これ、大学、僕、大学生の時にですね、あの、ヤフオクやってた先輩がいるんですよ。ヤフオクやってた。で、僕、その、当時、ネット全然、だから、18歳の時なんで、今から17年前ぐらいですかね。あ、違う、18年前。え、18、そう、18年前か。18歳の時。 今36なんで、今年37なんですけど、18年前。えー、18年前ですね。そう、18年前なんですね。18年前僕インターネットよくわかんなかったし、パソコンも持ってないんで、ただ先輩にヤフ h ク o やってる人がいて、で、ヤフ h クマスターだったんですよ。で、その方に頼んで、これちょっとお願いできませんかっていう、出品代行とかね、あとはしゅあのしゅ、落札代行とかしてもらったりとかしてたんですよ。で、じゃあ、その自分の身の回りの、 不用品がなくなくっった場合それ代行しちゃってもいいわけですよだからその友達とかにいらないものなんかあるみたいな、うん、でそのあよかったら俺あのどうせ捨てるんだったらお金にちょっとなった方が良くないみたいなあのメルカリとかで代行で出品しとくよって売れたらそのまあその代わりちょっとあの手すりをちょっと僕にもちょうだいみたいなまあ捨てるのか捨て,捨てるのかお小遣いにするのかどっちがいいみたいな捨てるのかお小遣い 何もしなくてね何もせずお小遣いもらうのどっちがいいってえそうじゃないですか代行なんで何もしないわけですよなん、ね、でその話聞いたら友達も何もしないでお小遣いもらえるんだったらじゃあ頼むわって話じゃないですかねっ面倒くさいこと全部しなくてねうんだからそのメルカリとかそのなんだヤフオクとかめんどくさいんですよね確かに簡単になりましたよでも出品するのめんどくさいなと思って出品しない人めちゃめちゃ多いんで じゃあその周りのね、まあ、さっきの高校生の話はすごいなと思うんですけど周りにいますなんか周りに全部メルカリ出して全部ヤフーオクとかに出して全部お小遣い稼いでますよっていう人周りにいてないと思いますよ多分うんだからなんかあもし自分の,その不要品がなかった場合はそういう手段もあるよねっていうそう代行してあげるっていうだからこれはもう考え方次第ですよ なんで,でそれでちょっと軍資金3万とか5万とか作ったらあとはその軍資金を元手に仕入れたりすればいいじゃないですかそうじゃないですかじゃあ元手ゼロで軍資金作ってその軍資金で仕入れて回していくっていうふうにやれば増えていくじゃないですか少なくてもじゃあこれこ増えてったら今度じゃあまあそのそれと同時し並行でそのプラットフォームもねそのこんなの売れました売れました売れました,売れましたっていうのをやっとけばこっちでも集客できるだろうし な感じですかね、はい、ということでちょっと長くなりましたけれども、えー、今回初心者が側近でね稼ぐ話、まあ、これはもう間違いない鉄板ゴールデンルールですからあのやってください、まあ、あとはまあセルフバックもね初心者の方できると思うんで、うん、やるべきですね、はい、であとそのじゃあ転売の中で一番利益が取れるのはこのカメラですねはいこちらカメラです僕もいろんな稼ぎ方を見てきましたけど カメラがやっぱ圧倒的に利益は取れます、ねはいうん、でもうあとねこれからどんどんその一眼レフの市場っていうのがめっちゃ伸びてきますてかもう伸びてるんですけどまず東京オリンピックですよねで東京オリンピックをもう例えば最近だとキャノンの RPRP RP っていうのが出たんですけどこれも R シリーズが出てすいませんね知らない人は R シリーズが出てこれはキヤノンのそのフルあの なんだフルサイズフルサイズっていうなんかこのまあ僕もそんな詳しくないですけどこのフルサイズっていうここのこれがでかいんですよここのここがバーみたいなででかいからそのまあそのなんだ綺麗みたいなフルサイズが出てそのキヤノンの R シリーズっていうのが出たんですねフルサイズででそれもキャンペーンでキャッシュバックしながらプラスなんかオリンピックキャンペーンみたいなのやってるんですよ オリンピック2020年、東京オリンピックのなんかバッグだったかな。なんかやってたりとか。かこれから多分2020年にかけて新商品バカバカ出してきます。じゃあ新商品バカバカ出していくとどうなるかっていうと、新商品買えない、高くて買えない人は中古に流れるんで。間違いなく。間違いないです。そうじゃないですか。新商品高いんですよ。だから20ボ,ボディだけでなんだ、えー、20万とかするんで。でレンズとかも <laughs>。 ピンから切りなんで高いやつだと30万とか40万とか50万とかもうすごいですだから買えないっていう人は中古に流れるんでうんならもうあとはインスタですよね、まあ、インスタもう完全インスタですねそうであとね最近面白いのがこれ余談なんですけどそのジェット大介さんとかあと瀬戸康二さんとか結構そのカジェットレビューしてる人で特にそのカメラ KO レビューしてる人ってその 企業さんから紹介してくれっていうね直く,く CM 結構もらってるんですよねだいくらそのマージンもらってるか分かんないですけど直く,くですよだからその大手企業キャ,、まあ、キャノンとニコンとあとオリンパスとソニーまあ大体これぐらいしかないじゃないですかで一眼の市場ってもう日本が世界の90何パーセント80何パーセント占めてるんですよ なんか海外の人もキヤノンみたいな、ね、かスポーツ撮るのとかもキヤノンみたいなぶらだげたりとか,だからあの日本しか作れないみたいなですねパチモンが作れないらしいんですよこの精度が精密すぎてものづくり日本の凄さみたいなだこれを真似しようと思うと莫大な金がかかるし無理らしいんですよパチモン作れないですねだから中国もパチモンこれ,これはだけは作れないらしくてパチモンがないんですよで全世界で日本のその 一眼がシェアされてるんですけどねほとんどがでその世界的にもまあ市場がこう日本がこう出てるわけなんですけどそのなんだろうな、うん、今その一先ほど言ったね、うん、インスタグラムだったりとかあその女子がねもうめちゃめちゃこれ使うようになってきたんですねでそのキヤノンさんのキスシリーズとかももう,もう女性でも撮れるよみたいな もう本当、ね、キヤノンさんのホームページ見てほしいんですけど完全運動会を一眼レフで撮りましょうになってるんですねで女性でも簡単に撮れるよみたいなそうだから本当増えてきましたね、うん、で僕も実際に今までその一眼レフっていうのをまあこれはね本当に安い入門機ですけれどもこの M6M かな M6 かっていうのは買いましたけどやっぱね使って思ったことがあこれはハマるなっていう だからね、僕もねまたレンズ買いたいなっていう欲求とうん新しいそのね、キャノンのフル,フルサイズのねその、P、え RP かな RP ってやつをずっとちょっとどうしようかなと思ってるんですよねだからねこれ分かりますだから一眼に興味ない人は、まあ、分かんないと思うんですけど僕も興味なかったですでも買ってみて思ったのがもっといい やっぱね人間っていうのは欲求の塊でもっといい綺麗な写真撮りたいとかもっといい綺麗な動画撮りたいとか思っちゃうんですよあとレンズもそうでこれねしかもこのレンズもあの <laughs> 商売うまいなと思うんですけどやっぱねレンズ変えるだけで全然ちゃうんですね全然ちゃうんですよ撮れ方がだからこのレンズもねあこれも欲しいな <laughs> みたいになってあこれは市場動くよねっていうだからまあ実際に僕一眼買ってみて カメラ転売がなぜ儲かるのかっていうのがさらにより理解できましたね自分が触ったことによって、うん、でまあ今回ですねそのカメラ転売のセミナーっていうのを、えー、と6月9日やりますはいで全く初心者の状態から、まあ、カメラ転売始めてねカメラ転売とかでこう月15万ぐらいこう安定して稼げるようになった斉藤さんね今ドリームアカデミアの講師 講義も提供していただいてますけど、6月9日やりますんで、で一般の方はですね、参加費が1万円です。これ埼玉でやります、埼玉だ。埼玉の越し替だったら、埼玉でやります。で、一般の方は1万円で、であとは、えー、とドリア化成とアドバンス成は無料でご招待っていうのをやってるんで、一般の方はですね、もし参加したいっていう場合は、この YouTube の下に LINE 入れておきますんで、えー、お返しください,、はいい。いいですよ、カメラ。 まあこれ使わないと分かんないですよね。こ,こ,この一眼の良さは。とはいっても iPhone が最強なんで iPhone のが楽なんで iPhone で撮ってますけどね。<laughs> はい。そう。なんかまあ、前そのストーリー D っていうシリーズをね、こう撮ってた時はもう全部一眼で撮ったりとかしてたんですけど、やっぱ全然質感違いますよね。うん。はい。まあ、そんな感じです。はい。では終わります。ありがとうございました。